オーシャンはカナダにおいてケベック州モントリオールとノバスコシア州ハリファックスを結んで運行されているビア鉄道の列車である。北、アメリカで運行されている愛称付け列車としては継続して運行されている最古の列車となっている。オーシャンの所要時間はおよそ21時間で双方向とも夜行で運転されている。カナディアン及び連絡列車を介することでオーシャンは 大陸横断鉄道の列車を構成している。オーシャン特急は1904年7月3日にインターコロニアル鉄道により夏季のみ運行される停車駅を限定したマルタイムエクスプレスの保管列車として運行を開始した。ハリファックスではドミニオンアトランティック鉄道の豪華列車フライングブルーノーズに接続していた。 1900年代初頭の移民ブームの時期にオーシャン特急及びその他の同じ経路を走る旅客列車は移民たちが平原地方へ移動するためにグランドトランク鉄道やカナダ太平洋鉄道と重要な接続を陶器に構成していたため利用が増加していった。1918年にインターコロニアル鉄道はカナディアンナショナル鉄道と合併し、 オーシャン特急も同じように運行を引き継がれた。第一次世界大戦及び第二次世界大戦の期間、ハリファックス港と結ぶ重要な列車となった。カナディアンナショナル鉄道は1960年に英語、フランス語両対応に適切なようにカナディアンナショナル、コナディンナショナルという名前に改称したが、旅客列車やその他の会社の資産については移行が遅かった。 1966年にオーシャン特急はオーシャン、オーシャンと解消されたが、時刻と列車番号は維持された。1977年にケベック州リムースキの近くで地滑りが起きて線路に被害が出た際には、6ヶ月にわたってオーシャンは南に数百キロメートル離れた他の平行路線を経由して運行されたが、ハリファックスとモントリオールを結ぶ時刻は維持した。 1976年にカナディアンナショナル鉄道はすべての旅客列車の運行を新しく設置した部門に移管し、マーケティングスローガンとしてビアを採用した。1978年4月にこの部門は国有企業であるビア鉄道として分離され、カナディアンナショナル鉄道の旅客列車関連の資産と列車をすべて移管された。この新会社は1978年10月に、 カナダ太平洋鉄道の旅客列車、資産の引き継ぎの後、1979年まで列車の名前や運行の変更を始めなかった。オーシャンは名前の変更はなかったが、実際にはハリファックス・モンクトン間では1985年にアトランティックに置き換えられ、こちらの列車がセント・ジョンからハリファックスまで延長された。この列車は、 かつてのカナディアンナショナル鉄道の列車、スコシアンの編成と列車番号を引き継いだ。スコシアン自体はビア鉄道になって数年程度で廃止された。ビア鉄道になってからオーシャンは何度か運行形態が変更されている。オーシャンが運行される経路はカナダ東部のとても景色の良い地方でモントリオール島と都市のスカイライン、郊外セントローレンス川渓谷の下流部、 またペリア川の谷、シャルール湾の南岸、東部ニューブランズウィック州の森林地帯、タントラマーシッチ、コベクイド山地、ウェントアース国、コベクイド湾のほとり、そしてノバスコシア州中心部のハリファックスへと至る。モントリウォール、ドラモンビルレビキャンベルトンバサースとモンクトン、トゥルールハリファックス。ありがとうございます。